そう、飲食のバイトに行って、で、初めて、一緒のシフトになった人がいたんですよ。で、最初、そのマスクとかしてるから、年齢が全然わかんなかったんですね。で、まあ最初、昼の時間帯で働いてるから、主婦かなと思ってたんですよ。で、1時間くらい働いた後に、で、その人がいくつなんですかっていきなり聞いてきて、32ですって言って、そしたら私、高1なんですよって言ったんですよ。え、高校生なの？って思って、めっちゃびっくりしました。で、その高校生の、つまり私の半分の年の人の、働き方っていうか、コミュニケーションの仕方を見ていて、いろいろ気づくことがあったんですよ。で、最初に言っとくと、その人は、高一にしては非常によく働く子で、まあ優秀だと思います。私が高一の時は、もっとひどかったと思うんで、優秀だと思うんですよ。で、その言ってる言葉の内容そのものは非常に的確なんですね。決められた、そのマニュアル通りに接客をしてるんですよ。で、私が最初に、その人の素性を知らないで、彼女の接客を聞いていた時から、思ってたんですけど、なんとなく、こう、言葉が、冷たいというか、情がこもってないというか、こう気持ちがこもってないというか、ちょっとこう機械的な印象を持ってたんですね。で、なんでなのかなってずっと思いながら仕事してたんですけど、高校生って聞いて、ああ、だからかって思ったんですね。で、どういうことかっていうと、つまり高校生にとって、そのアルバイトっていうのは、その言われたことをそのままただ機械的にやるっていう、そういう姿勢なんですよ。で、それがいけないとか、そういう話ではなくて、高校生っていうのは、まだそういう時期なんだっていうことですよ。その親の経済力の庇護下を離れて、この仕事を失ったら生活していけないっていう、そういう危機感がないんですよね。私もそうだったし、まあ高校生に限らず大学生とかもそうだと思うんですけど、つまり目の前のお客さんがいなくなった時に、自分の生活は成り立たないんだっていう、そういう気持ちがないんですよ。で、ないから、その接客の言葉っていうのに気持ちが入ってないっていうふうにこう感じられるんだと思うんですよ。機械的なんですよ。ただその言葉を言っている。で、その言葉を聞いたのお客さんがどういうふうに感じるか。いい感情を持たれるのか、そうでないのかっていうところの配慮がまだ足りない。で、繰り返しますけど、それがいけないって言ってるんじゃなくて、それは高校生なら当たり前。まあ大学生くらいでもそうだと思います。で、私が社会人になって安定した仕事をしていた時も、まあそんなに大して変わらない態度ではあったと思います。じゃあ目の前にいる人がいなくなった時に生活に困窮するっていう意識は
全くなかったんですね。だからその言っていることそのものは的確であったとしても、やっぱりどこかそれは機械的で冷たい印象を人に与えていたんだろうなっていうことに気づいたんですよ、彼女を見ていて。これはすごい発見でしたね。まあその中国人の経営する店の方はさすがに高校生はいないんですけど、まあ一定大学生、大学生って言ってもその向こうの大学出てからこっちに来てるんで、年齢的には25前後だから結構年はいってるんですよ。でそのもう一個の日本の飲食店はその高校生のバイトとかもいるんですよ。で普段なかなかそういう人と接する機会がないんですね、そういう世代と。そういう世代がどういう意識で生きてるのかっていうのは知る機会が全然ないんですよ。でもちろんそのそんなに深く話したわけではないんですけど、そういう時間もなかったんで、こうにじみ出るものを感じることができました。私がその大学生時代にコンビニのバイトをしていて、まあいろいろ受けたクレームとかっていうのもそういうところから来てるんですよ、今思うとね。機械的っていうことですよ、気持ちがこもってない。でそういう気持ちがこもってない言葉っていうのを日々生活のために身を粉にして働いている社会人が受けた時にどういうふうに感じるか、そういうことがいろんな経験をしないと本当に身にしみてはわからないっていうことです。私は、まあ私が店長から言われたのは、そのあなたの接客っていうのを見ていると、その自分たちが忘れていた初心っていうのを思い出させてくれるみたいなことを言ってたんですね。まあその人も若いんですけどね、大卒して、まあ多分バイトからそのまま社員になったんだと思うんですけど、大卒間もない若い店長なんですけど、まあそういうことを言われるような接客なんでしょう。で、これは絶対に大学生とかの時はありえないことだったと思います。今何もかも失って、まあヤドカリですよ、殻から出たヤドカリ状態、もう何も自分を守るものがないんですよ、何もないからプライドもないんですね。そうやってこう誠意を持って仕事をしないと生きていけないわけです。そういう状況に追い込まれて初めてわかるものがあるっていうことですよね。でもこの感覚は全く前の仕事、安定した仕事をしていた時は全く持っていなかった感覚です。でもしあのままあの仕事を一生続けていたとしたら、この感覚を死ぬまで持たないかったであろうと思います。そういう人は多かったですよ。その配慮が足りないっていうか、まあすごい細かいことですけど、その暑い夏の日にまあ取引先っていうかそういうところの人が来るわけですよ。
で、その部屋の外とかで待たせてる。で、別に何もそのお茶を出すわけでもない。で、その暑い中に何分も、下手したら10分くらい立たせといて、平気っていう感覚ですよね。まあもちろんそのすぐ終わる要件だったらいいですけどね。その宅急便が来てハンコ押すの待ってるとかそういうんだったらいいですけど、もうちょっと時間がかかる、もうちょっと時間がかかる要件であったとしても、そういうことに気づかないっていうこの感性の鈍さっていうのは、まあもちろん全員とは言わないですけど、少なからず持っていた人が多かったように思います。本当にその飲食のバイトを始めたっていうのは非常に私にとっては勉強になることなんですよ。